墨で描くすぐ役立つ暑中見舞い一時書と絵をご紹介します。皆さんぼつぼつ暑中見舞いとか残暑見舞いを出す出さない、いろいろなことがあると思います。いただいたら手書きでぜひ出しやってください。気持ちがこもった一時書と絵をご紹介いたします。簡単ですのでぜひチャレンジしてみてください。話を始める前に、この川は工房の脇を流れる清流です。しばしお楽しみください。それでは、暑中見舞い菜園木を使った一時書とアクセントの絵を描きます。今日はですね、字暑中見舞いとかいろいろもらう機会が多いと思います。字をですね、主体にして菜園木を使って字を書いたらどのように楽しい字が書けるか、色を使うということで勉強してみたいと思います。いつも私は言いますけど、菜園木というのは非常に混ぜることが得意で、色の混ぜ方にはいつも3種類ありますと。くどいようですけど、もう一度復習します。例えばこれが青色、赤色、ここに黄色あります。で、黄色と赤を混ぜると、しっかり混ぜるとオレンジになります。それから青と黄色をしっかりぐじゅぐじゅぐじゅっとしっかり混ぜると緑になります。ごめんなさいね、ちょっとグラデーションが出ちゃいました。緑になります。それから青と赤をしっかり混ぜると紫になると。これ一つ、しっかり混ぜるという方法。もう一つは、筆に例えば青をつけました、赤をつけました、黄色をつけました。これ2色でも3色でも4色でもいいんですけど、こういう形で、こちら水です。こういう形でできたのを筆を回すことによってグラデーションが出て色が出てきます。これのこういう混ぜ方、和紙の中で混ぜるという混ぜ方があります。もう一つ、3つ目は、3つあるうちのあとは垂らし込みと言いまして、書いたところの上から後から加える。そうするとじわっと混ざっていきます。この3種類があります。で、これを使いまして字を書いて、暑中見舞いに使う一時書ですね、字を書いてみるのをちょっとやってみたいと思います。字を書くというと、夏ですんで涼しそうな字を書いています。例えばですけど、涼、涼しいという字ですね。これきれいに水が今入ってます。この筆に例えば青をつけます、黄色をつけます、それにちょっとここに緑色があります、緑をつけます、鈴風というような、こういう形で筆を作って涼という涼しげな色を作ることができます。これはもう混ぜ方によって、青を強くすれば自然に青の強い量になります。自分の字で一字、はがきに一字書いても非常に面白いと思います。量、それと今度は同じようなことですけれど、よくいただく字の中にやっぱり風という字がありますね。風につきましても、例えば青色、黄色、青、緑ですね。こんな色をつけて、例えば紫なんかもとても面白い色の一つ、紫。こういう色、自由につけてください。それで試してみたら、例えば風という字を書くのに、こういうふうにして一字、はがきにスッと書いても面白い。
から例えば赤を入れてみましょうか。赤色もちょっと入れてみますね。まあ、赤なんかちょっと合わないかもしれません。でも試してみるというのは必要、非常に必要です。自分でいろいろ楽しむ、この混色が非常に綺麗にできますんで、こういう方、例えば黒をいつも主体に描いている方は黒をだいぶ入れまして、あとちょっと色をつける、こういうのも全然問題なく描きます。例えばこれをね、はがきに描いたら一つの書中名になります。こういうふうに色を混ぜて、筆の中で混ぜて、それを紙面に押し当てるというと非常に面白い字が書けます。では次に、じゃあ例えばですけど、ね、まあ作品としてやるのをちょっとだけ私やってみます。例えば涼という、先ほど書いた涼ですね、こういうふうにして涼だからちょっと涼しげに書きましょう。涼という字、涼という字書いておきまして、字でですね、字で残暑を、暑中を見舞い、これはもう自分で気分でですね、ちょっとした絵を添えるのも非常に楽しいと思います。こういう感じで、これ一つのハガキにこうと書かれたら、一つの作品としてもう意外と簡単にお返事を出すことができます。例えばもうまたちょっとやってみますと、よくですね、私も夏という字をいただくことあります。夏という字は青で書いてもいいけど、意外とね、例えばこれ赤、黄色、こんな色があるとしますと赤と黄色ぐらいで、例えばこれはそれぞれの方が自分のイメージで書いてください。夏だから暑いと、でもちょっとお便りで暑いお便りをもらっても 何よという形になるかもしれませんけど、この暑そうな夏に対して、例えばここで涼しげに、かき氷、こういう形でもね、字は決して涼とか夏だから涼しそうな字ばかり書かんでも僕は面白いなと思います。意外とこの夏を青っぽい字で書くと
なんとなくそのバランスが悪い、なんか冷え冷えとした感じになります。まあ悪くはないんですけど、いろいろ試してみてください。この夏を青で描くもよし、青系で、赤で描いても冴えます。そういうふうに字というのはいろいろな形で使えますし、ちょっとこういうような絵をちょっと添えるだけで簡単に描けます。それからもう一つですね、面白いやり方がありまして、今度逆の発想ですけれど、例えば白い墨というのがあります。これはもし白い墨をお持ちでない方は水でやってもある程度出てきますんで、水でやってみてください。例えばこれ白い墨ですね、これ白い墨、これ白い墨です。はい、例えばこの白い墨で風、まあ風という字を見えますかね、風という字を書いてます。こういうふうに書きまして、これに対して例えばこの明けで、墨というのはいつも言いますが、先に書いた線が上に来るという性質がありますので、ちょっと寒そうな涼しそうな色を作って、ちょっと今舌が滲んでますけど、乾いてたら滲まない、でも滲んだような形でこういう形で書いて、ここに例えば、まあこれ乾かしてください。乾くとちょっと色はうっすらとします。これはもう墨の性質です。そしてこういうふうに乾かして、ここに何か絵を添えるというのも手です。例えばですけれど、下に行こうと風が吹いている、こういう形で描くのもとても面白い、簡単に描けて意外性があって楽しいし、もらった方も非常に喜ばれます。なおですね、今これはやったのはほとんど和紙に描いた場合に使えます。墨は用紙にも描けますけど、用紙に描いた場合はにじまないし、こういうふうに白が先に浮き出るということはありません。ただその場合はですね、一つ面白いのは、墨というのは乾いたら、例えばですけれど、これ先ほどの氷という字、青と赤でやったもんですけど、まあそれぞれ見方があると思いますが、例えばこのものですね、もう一旦乾いたら水をかけてもにじまないです。ですから書いたものをですね、これをハサミで切っていただいて、ハサミで切っていただいて、普通にはがき、完成はがきに糊で貼ってください。絵の具ですとどうしても糊の水気で絵がにじんじゃいますけれど、墨の場合はもう一旦乾いたらもうにじみませんので、糊でしっかり貼っても大丈夫です。多少ひらひらした貼り方でもいいと思います。そしてせっかく描いたのをですね、はがきに貼って使うと、この非常に楽しいア
挨拶状になると思います。要はいろいろな形、ルールはないんです。自分が楽しいように楽しんで、その中から答えがだんだん出てきますし、ぜひともいろいろ試してみる。このお盆はですね、お盆から夏、やはりご挨拶いただいたらぜひ手書きでお返ししてやってください。いろいろな形で、こういう形でもいいですし、こういう形でもいいし、いろいろ楽しんでみてください。